はい、皆さんおはようございます、のっぽさんです、昨日に引き続いて、今もホーチミンで朝を迎えました、今回の取材で本当に感じたことはやはりベトナムの人の温かさが、まあ、これにつきますね。とあと活気あるところ、あと若い街、全てにおいて、刺激を受けました。で彼らが もしくは彼女たちが、これから日本に来ることで、もしかしたら本当に日本の介護業界にいい刺激になるんじゃないかなと、つくづく感じております。2日間、今回は、ね、短い取材だったんですけど2日間、まあいろんな人に会いました。その中で一番印象的だったのが、バイクタクシーの、お兄さん。やはりその生活をしていく上で必要であれば、言葉を覚えると。しかも、日本語のイントネーションが素晴らしい。これに関しては本当に彼ら彼女たちに期待できるんじゃないかなと思います。そのためには先日も話しましたけど、日本側がどう受け入れるか、やはりこれに限ると思います。私自身が一番感じているのが、日本の受け入れ方を間違えてしまうと、どうしても日本側の受け入れ方が間違えると、どうしても弱い立場である外国人の技能実習生だとか、もしくはインターンシップだとか、在留資格のある方々が非難されてしまう。彼ら彼女たちの行動は非難されてしまう形になると思います。35万人近く、人手が足りないということで、この5年間で受け入れる形を取ろうとしてますけど、まあ、介護業界全体で言えばほぼほぼ30万人近く人が足りなくなると言われております。外国人だけに頼るんじゃなくて、日本人が、もしくは日本の若い子たちに介護の魅力を伝える、これを全員で変えていきたいと。その変えるための一つのきっかけを、介護情報誌クレセントとして促していきたいなと思います。